はいえー、ご紹介ありがとうございました、えー、と東大の中尾と申します今日はあの、えー、大変面白い話をですねあの今朝から聞いておりましてあのちょっとプログラムを見ましたらなんとですねアカデミアというか大学から私1人であの他の方は全部企業の方なんでちょっと私のお話が面白いかどうかちょっと自信はないんですけれどもあの今日はデータプレーのお話をさせていただきます。 であの最初にです、ね、このスライドをご覧になってこのハテナのところに何か文字が入るとしたら皆さんなどういう文字を入れますかっていうちょっと問題からこう始めたいんですけれどもさっきあのロブさんがです、ね、あの同じような絵を描かれていてあちょっと私、この絵を出すのはしまったかなと,ちょっと思ったんですけれどもこれじーっと見てまして皆さん、SDA をこうやられていてですう、ねえー、んと思って、まあ、この。 上がアプリケーション、真ん中がコントローラー、一番下がデータプレーンという、ですね、こういう絵を思い浮かべた人は、ですね、ちょっともう SDN に毒されすぎているという、ですね、こういうちょっと問題からスタートしたいと思いますで。この絵なんですけれども、アプリケーションが一番上にありまして、コントロールプレーンが2番目にありまして、一番下にデータプレーンってありますで。皆さんよくご存知のオープンフローですね。 でオープンフローが一番下の、えーまあ、データプレーンのエレメントとしてオープンフロースイッチっていうのが、まあ、皆さん使,使われてて真ん中にあのコントロールプレーンってありますけれどもこちらがあのオープンフローのコントローラーですねでこのコントローラーとスイッチの間にサウスバウンドインターフェースの SBI っていうのがありましてここがオープンフローの API ということになりますでコントロール プレーンから上はですねこれノースバウンドインターフェース、これあの真ん中をコントロールプレーンとしまして上が北側、下が南側というまあ、こういったことになっているんですけれども、で一番上にこうネットワークアプリケーションがありましてノースバウンドのインターフェースを使っていろんなアプリケーション、まあ、制御を行っていくっていうまあ、こういう絵になってるんです。で ちょっとですねここに赤い四角でですねリミティングファクターとこう書いたんですがちょっとあのこれにはですね誤解を受けると怒る方いらっしゃるかもしれないんですが実は私はデータプレーンのエレメントっていうのはこの全体のアーキテクチャの絵の中で非常に重要な位置を占めていてここがダメだといくら上をですねまあきれいに作ってもですねネットワークのアプリケーションからコントローラー までですね、これ全部きれいに作りましょうっていうのを皆さん一生懸命やられてるんですがここが、えー、まあファンクションが足りないとですねいくら上をきれいに作ってもうまくいかないんじゃないかっていうのが私の主張です。でこの絵はまあよくあの、えー、見せるんですけれども。 えっとまあ、アプリケーション層、それからコントロールプレーン、データプレーン、これ、それぞれですね、プログラム性、可能性っていうのがこうありまして、えー、よくまあ議論されるのがアプリケーションのプログラム性と、真ん中がコントロールプレーンのプログラム性、で、一番下がデータプレーンのプログラム性なんですが、えっと、それぞれですね、今日も、えー、たくさんお話がありました、ONF とかオープンデイライトそれから NFV といったところですね。これは、えーまあ、例えばオープン ONF の SDN、ここはまあコントロールプレーンのプログラム制で使いまして、ルートのコントロールとかアクセスコントロール、それからネットワークのマネジメントといったところをこうプログラムしていくと。アプリケーションまでこうきれいに含めまして、いろんなこうまあデータプレーンを使って、ですねアプリケーションから一気通貫でコントロールプレーンまで制御しましょうというのがまあオープンデイライトだとすると。 データプレーンのところをですねファンクションをデータプロセッシングまでプログラム可能にしましょうというですねネットワークアプライアンスをソフトウェアで作っていきましょうというこういう動きというのがこれはまあネットワークファンクションズバーチャライゼーションと言われているエリアになりますで今日あのいろんな方がですねまあデータプレーンの話をちらっとされてたんですけれども一番今日目についたのが POF プロトコルオブリビアスフォーデリングというですね、まあ 要するにまあ新しいプロトコルを作ったときにこれがスイッチでサポートできますかというですねそういう話をポフと言いますけれどもこういうことをされてましたがまあこのあたりをですねまだやっている人ってまだそんなに多くありませんつまりデータプレーンのプログラム性のところというのは実は NFV で少しだけやってますけれども この例えば、インネットワークプロセッシング、例えばキャッシュであるとかトランスコード、こういったファンクションをですねネットワークの内部でやるとか、あるいはもう,もうちょっと一般的なプロトコルをこうハンドルするといったような、こういった話っていうのはまだほとんどやられていないというところがあります。ですから、SDN をこう考えたときに、一番下のファンクション、ここをですねまあしっかり作って、いろんな こうファンクションをこうサポートできるようにするためには実はデータプレーンのプログラム可能性というのが非常に重要ではないかということを言っていますが、まあ、もう1回繰り返しになりますがこのデータプレーンがまああの全体のファンクションをです、ね、この絵をです、ね、リミットするということでリミ,ッリミッティングファクターという言い方をしていますけれどもじゃあここのプログラム性きちんとサポートしていくにはどうしたらいいかと。 いうお話をしますでこれあの上から下までですね全部こうプログラム性プログラム性とこう書いてますけれども、まあ、全体こう統一しまして、まあ、非常にこうディープに深いところまでプログラム可能にしていきましょうということで我々ディープリープログラマブルネットワークという言い方をしていますでこのデータプレーンのプログラマビリティなんですが私はの大学から来ておりますので学術系でやられてるだけかといいますと実は 標準化組織 SDO ですね、まあ、ここではいろんな動きがありまして、まあ、例えば HC ですね、欧州の標準化団体では NFB によるネットワークアプライアンスハードウェアというのをソフトウェア実装しましょうと、データプレーンのファンクションをソフトウェアで実装しましょうと、あるいはその ONF ですけれども、ONF の中でもですね、レイヤー3までじゃなくて、レイヤー4、レイヤー7の API を作りましょうとか、あるいは TCAM の入ったですね、チップを レイヤー7まで,です、ね、マッチングできるようにしましょうとかこういった動きがありますあとは、まあ、ソフトウェアベンダーであるとかデータプレーンのチップベンダーこれが ONF にこう参加していたり、まあ、そういった動きもありますあとまあ皆さんの方がよくご存知だと思いますけれども、えー、企業の動きとしましてはデータプレーンデベロップメントキットっていう DPDK っていうのが出てますしあるいはメニューコアネットワークプロセッサーであるとかですねネット FPGAFPGA FP こういったものが まあ出ててきましてデータプレーンのですねプログラムを自由に書けるようになってきていますであの。これはちょっとあのどの会社かはちょっとこの場では言えませんけれどもオープンフローで足りないところをですねつまりデータプレーンのファンクションで足りないところをエクスターナルボックス外部のボックスとしてオープンフローの横につけましてでこれと一緒にこう、えーまあ、運用しましょうといったようなことを多くの企業さんがまあやられています。 で最後にまあ私がいるアカデミアですけれどもアカデミアの研究開発ではえまあ米国ではジニーといいましてジニーもですねディープリープログラマブルネットワークつまりデータプレインからアプリケーションまで全部プログラム可能にしましょうというこういう大きなプロジェクトが走っていますそれからえまあゼロックスパークであるとかえまあ米国と欧州まあ両方でやってますけれども NDNICN こういったですねあとまあモビリティファーストですね こういった従来 IP とは異なるプロトコルを実際にキャリアのネットワークに入れてはどうかといったようなことを実験しているグループもありますで我が国ではです、ね、我々 V ノードというプロジェクトと今日ご紹介する FLAIR というプロジェクトが走っておりまして NICT の委託研究としてこれが走っていますですからデータプレーンのプログラム性というのはですね あのアカデミアだけじゃなくて企業でだいぶこうえまあ注目をされまあ始めているとえいうことが言えると思いますで。ここでまあオープンフローのスイッチのまあ復習なんですけど皆さんこれあの必要ないと思いますがちょっとえ議論のためにですねもう一回ちょっとオープンフローどう動くかというのをちょっとえおさらいですけれども先ほど申し上げたように一番上にアプリケーションがありましてオープンフローのコントローラーがいまして一番下にオープンフローのスイッチがこうあるわけですね。 でこの四角っこいうのはのフィジカルポート物理ポートがこう並んでるわけですけれどもそこにはまあデータプレーンのチップがこうありましてでコントロールプレーンの API をこう受け付けるまあ部分っていうのがありますでオープンフロー API がこう上からこう降ってくると、まあ、それに応じてまあフローパターンに応じたアクションというですねつまりパケットが入ってきてあるフローにマッチングが起こるとそれはアクションとして何か動作を実行するということがこう起こっているわけです ですけれども今日も何度か出ていましたけれども、えーまあ、現在の課題としましては、もうちょっとフレキシブルなパターンマッチができないかと、つまりレイヤー4からレイヤー7のビットを自由にこうマッチをしたいとか、あるいは今、用意されていないアクションですね、これまでオープンフロー1.0、1.1、1.3とこう来ている1.4で、まあ、最近1.5という話もありますけれども、そういう定義されているアクションですね。ここで、ま、あ 足りないものがもしあったらこういったものをです、ね、自由に追加したいんですけれどもできないねっていうお話がありますであとは POF ですね先ほどのプロトコルオブリビアスフォワーディングといったことができないと、まあ、こういう課題がありますでじゃあですねこの課題を解くためにじゃあどういうことをすればいいかっていうと、まあ、単純に思いつくのが、まあ、今プログラム可能でなかったデータプレーンの部分をプログラマブルにこうしましょうと それから API の部分もプログラマブルにしましょうとでこ,うするようにこうしておくと例えば皆さんが新しいアクションを実行したいということになるとスイッチ側にそういう、まあ、もうちょっと賢いです、ね、データプレーンをプログラムとして入れることによってもう少し高機能なオープンフロープラスアルファのスイッチをです、ね、実現するということがまあ可能になるわけです。 ですけれども、これ全部プログラマブルにすると問題がこういくつかこう出てくるわけなんですけれどもえもう一つまああの問題は1つの問題はこういった1つのオープンフローを例えばロジックをですね実装すると他のオープンフローロジックというのはどうなるか例えば1.0を まあ、あの実装してしまうと1.1が動かないよと1.2をあのインプリすると1.3が動かないよとじゃあ一、えっと、つのノードでですね複数のコントロールプレイン API とデータプレイン機能っていうのが入らないかということで例えば先ほどのですねこのフルにプログラマブルにしたこのスイッチですけれどもこれを仮想化することによってですねこういうふうに複数ロジックが動くようにしましょうと。 こういったお話がが課題がありますで、まあ、ここで使うのがですねまあ今日、えー、クラウドスタックとか、えー、オープンスタックの方いらっしゃってましたけれども仮想化技術をこう使っていくわけですけれどもこれはのスイッチの絵なんですけれどもデータプレーン機器の絵なんですけれども、まあ、こちらにですねリソースコンテナーとかですね仮想化の技術を使って スイッチノード単体をですねこういうふうに仮想化してでそれぞれのプレーンでデータプレーンとコントロールプレーンがうまく仮想化できるといいねと、まあ、こういうことをですね我々考えています。で、まあ、こういったフレアノードアーキテクチャというのを作ってるんですが、えーとまあ、こういった物理的なノードが1個ありますと先ほど申し上げたように仮想化によってですねこうプログラマブルな プログラムができる環境っていうのがこういくつかこうできるわけですで。それぞれ物理ネットワークポートに対して論理ネットワークポートっていうのが定義されてましてパケットはこのパケットスライサーと呼ばれる部分を通過する時にどのプレーンにパケットがこう乗っていくかっていうことをこのパケットスライサーが指示してくれます。まあ、ここも船にプログラムが可能になってましてどういうパケットが入ってくるとどういうプレーンに行くとで。さらにこの行った先では データプレーンもコントロールプレーンもすべてプログラム可能になっているというこういうアーキテクチャを作ればまあこれまで,ですねデータプレーンであれが欲しいなこれが欲しいなって言っていたところがですね解決できるんじゃないかというのがこれがまああのフレアというまあノードアーキテクチャで我々が研究開発をしているものになります。 ちょっとご説明していないですね、ノードマネージャーとかこのノード制御、えー、あのフレア制御ノードといったものがありますがこれは複数台のフレア,フレアノードがこう存在したときにこれらを統合的にこう管理するようなプログラムをです、ね、こうロードしたりプログラムをこう、まあ、実行したりするときに必要な制御というのを、まあ、こちらでやるものであって。 まあ、例えばオープンフローをこちらでこう、えー、実行しますとオープンフローコントローラーがここで走るわけではなくてですねオープンフローコントローラーというのは外側にもっと外側にいましてそれぞれのオープンフローのデータプレーンと、えー、こういうふうにお話をすることができると、まあ、こういった構造になっていますで、まあ、こういうお話をするとですね、まあ、実際にこういった機器を作っていらっしゃる方は、えーまあ、いろんなチャレンジがあるよねということをこうおっしゃるわけですけれども まずこうプログラムができるといってもどんなに簡単にこうプログラムできるんですかというこのプログラム性それから立派にプログラムをこう自由にできるようにしますとだんだんこうパフォーマンスが悪くなってくるんですねハードウェアからこうソフトウェアにこうシフトしていくとパフォーマンスが悪いということになってくるんですけれどもそれからあと複数ロジックの問題ですねえまあ1個だけこうプログラム可能にするだけじゃなくて複数プログラム可能な にしてておいて複数のロジックを同時実行したいといったようなこういったチャレンジがありますでこれをですね我々解決するためにそれぞれフレアアーキテクチャでは最初のプログラム性っていうところでは Linux とオープンソースソフトウェアそれからトイブロックネットワーキングっていうアイデアを入れていますこれ後でちょっと紹介しますけれども次にですねパフォーマンスに対しては 今日はあまりお話は出てこなかったんですが、メニーコアプロセッサー、それから汎用プロセッサー、これをです、ね、統合しまして、ハイブリッドにこう使うっていうアーキテクチャをとっています。で、最後にまあ複数ロジックですが、先ほど申し上げたようにです、ね、仮想化とリソースコンテナという技術を使いまして、この3つのです、ね、基本的な技術をこう組み合わせることによって、この解決するべきプログラム性とパフォーマンスと複数ロジックというものをです、ね、実現しようとしています。 でじゃあ最初のこの、えー、プログラム性なんですけれどもデータプレーンをプログラムさせるっていうのはですね、まあ、非常にこう、えー、自由にプログラムさせると、えー、大変な、まああのえー、例えばセキュリティの脆弱,脆弱性とかいろいろ出てくるわけなんですけれども我々3つのこうモデルを考えておりまして、まあ、1つはですね今の SDN のスタイルの API つまりオープンフローのスタイル のを取るような API ですねデータプレイに対して、まあ、直接ですね、まあ、新しい機能をこちらで作っておいて、まあ、それを API コールするっていうこういうモデルとで、まあ、これだけだとですねあの まあここがフィックスになってしまって固定的になってしまうとこれ以上のことできませんので2番目のモデルとしてですねモジュラーデータプレーンといいましてまあ各機能がこうモジュールになってましてでそれを動的にこうホットコンフィグって我々よって呼んでるんですけれどもえ自由にこうプラグインできたりプラグアウトできたりするとでこれによってまあ新しいデータプレーンの API がこう呼べるようになるとでまあこの組み合わせをこうしたのが3番目ですけれどもえモジュラーデータプレーンというのをこう プラグインプラグアウトできる上に、まあ、上からですねこういう API をパブリッシュして上から読んでもらうっていったこういったモデルをですねこのオフレアーアーキテクチャでは提唱しています。で実際これあのお話だけじゃなくてですね実装しておりまして、まあ、例えば先ほど申し上げたこのブロックですけれどもこのブロックが 実は、我々トイブロックと言ってまして、まあ、トイブロックって皆さん日本ではです、ね、ほとんど聞かないんですけれども本当は、あの我々レゴブロックって言いたいんですがレゴはの商標が <laughs> あのついてますのであの過去にです、ね、レゴコンピューティングとかレゴなんちゃらって言った人がうあのレ,ゴのあのレゴ社にです、ね、あの訴えられてますので <laughs> 我々われはあ,のあえてこうトイブロックという言い方をしているんですけれども。 トイブロックというのはまあ要するにまあレゴのようなブロックをこう組み合わせることによってデータプレーンを自由にこう構成しましょうとまあこういうことをやっているわけですで実際にこれあのオープンフローのえー機能をデータプレーン実装したものですけれどもえこういうふうにまあ一つ一つがですねえ機能がブロックのようにこうなっておりましてえこれをですねこう組み合わせていくことによって一つのまあ例えばオープンフローのソフトウェア実装といったものができるようになります で先ほど言いましたあの、まあ、メニコアという話がちょっとあったんですけれども、えー、一つ一つのモジュールはですね、まあ、詳しい話をするとマルチスレッドでこう動けるようになってまして、まあ、非常にこう高速に動作できるようなこういったソフトウェアをこう構成しますで、えー、と先ほど言ったこのメニコアのプロセッサーなんですけれども、まあ、いろんな最近ネットワークのメニューコアネットワークプロセッサーというものがこう出ているんですけれども このインテルのですね86のプロセッサーとそれからこのメニューコアのネットワークプロセッサーこれを組み合わせまして階層的な計算試験管理をこうやりますでえっとそれぞれあの先ほど申し上げたように複数のロジックをこう入れるためにインテルもメニューコアのプロセッサーも同時にこう仮想化をしておりましてコントロールプレーンとデータプレーンが両方ペアで 仮想化されてて使えるようにこうなっていますで今後はあのさらにですね違う特徴を持つ計算資源というのもこう組み合わせていこうとしております。まあ、これはあ,の、えー、とあるフレアノードの実装の一例なんですけれどもアーキテクチャをですね、まあ、今はこの、えー、こんな形でですね実装しておりまして、えー、まあこれがロードマップですけれども今のバージョンっていうのはですねそんなにあの えまあ皆さんがこう対象としている、ね、10G×48 ポートといったようなハイエンドのスイッチでは今ないんですけれども、まあ、最初のバージョンがまあ去年ですねこれが 10G×4 ポートで、えー、とフレア2というのがまあ最近出ましたけれどもこれがギガビット ×8 本と、えー、10G×2 本ですねで、えー、とこれが今あの、えー、今我々のラボでいくつかこう試作をしているものになります。 でこれがデータプレーンまですべてこうプログラムできるノードになっているんですけれども、えー、最近、ですねちょっとあのこういったものをデータプレーンプログラムができるよっていうこういったスイッチをですね学生にこう、えー、プログラムさせてみたいなと私は思ってまして、えー、アップルがなんとかミニっていうのを出しますから我々もフレアミニっていうのをこう出してみようかなと思いましてこちっちゃい、今日実は持ってきてまして。ですねあの こちらに銀色の箱がありますけれども別にアップルの真似をしたわけじゃないんですアルミの削り出しでこう作ってましてあのちょっと重たいんですけれども実は小さちちくてこれがなんとですね 10G のポート2本と 1G のポート8本こうついてますけれどもこれを皆さんこう自由にこうプログラムすることによってまあいろんな機能が実装できますま。例えばオープンフローといったものもの えー、この中で動かすことができますで今後ですけれども例えば今年の終わりにはですね十字架け8本で、まあ、最終的に、まあ、来年の1級これ実現できればいいんですけれども十0字掛け32本のこういったフレアノードっていうのをこう、えー、作っていこうとしていますでこれを使ってまあどんなことができるかっていうことなんですがまずですね、まあ、今ちょっと私が学生にこう渡してプログラム可能な この小型のプログラマブルノードっていうのをこう渡そうとしてるんですけれどもえ今40代えまあ作ろうとしておりまして40代だと1つのクラスにですねあの40人ぐらい学生がいますからえそれぞれ1台ずつ渡してですねデータプレーンプログラムをまあ高速でこう作っておらんということがこうできるわけです。ここれれつ1つはですねこれ120ワぐらいのまあ非常にローパワーパなえー、まあ ものになっててまして、まあ、ローパワーといってもまあ何と比べるかですけれども 120W で転送容量が現状では 40G ノンブロックの転送が実現できます 80G がまあそのうち実現できるようにです、ね、今予定をしておりますけれどもでこのプリインストールされたです、ね、ネットワーク機能モジュールっていうのをスクリプトで組み合わせることによっていろんな機能が実装できます 例えば今作っているものがパケット生成機ですねパケットジェネレーターでこれ、ショートパケット64バイトのパケットが 10G でこの口から出てくることができますそれからパケット再生ですね PCAP をこう録音しておいてそれを再生して10ギガビットでこう出すとかオープンフロー w は1.4はまだですけれども1.3の実装も終わっています。今最適化をこうしているところですけれども でこういったものがです、ね、あの Linux でプログラムできる、まあ、だけでも、まああのまあ、先ほどのロブのお話もそうだったんですけれども、えー、嬉しいんですがこれがです、ね、プリインストールされてましてスクリプトでこう呼び出してあげるだけで、えー、これが使えるようになるというのがわれわれがあの考えているそのトイブロックのネットワーキングの、えーまあ、いいところというところになりますでこれは段あのお見せしないんですけれどもちょっと今日はサービスで持ってきたんですが 中身こんなふうにちょっと結構混、えー、み合ってまして、まあ、このフレアボードっていうのをうちで開発してたんですけれども一応ロゴがこう入ってまして、まあ、今年あのバージョン1.2というのをこう出しますけれども、まあ、こっあごめんなさい、えー、とこちらがですね ここにあのメニューコアプロセッサーが積んでましてこちらがインテルのプロセッサーが積んであってハイブリッドでこう動くようにこうなっているんですがこちらでデータプレーンのプログラムが動きましてこちらでコントロールプレーンのプログラムが動きますですからどう使うかというのは自由なんですけれども我々の今のオープンフローの実装というのはこちらのメニューコアのネットワークプロセッサーで動くということになっています。 でまあ、これをちょっといろんなところで発表したところオープンフローを超えるというふうに書いていただいて、まあ、いろんな人からご質問が来たんですけれども、まあ、超えるという意味は別に速いとかそういうことではなくてあのプログラム性がまあ非常にこう上がっているということで、まあ、ディーププログラマビリティを実現する技術として紹介をされていますで今年あのあ今月ですねあの日経コミュニケーションにもちょっと書いていただいてですね コンピューターとネットワークが接近とネットワークの中に機能を持たせるということで書かれているんですがこの機能を持たせる部分というのがデータプレーンの中にですね新しい機能をこう持たせるということで紹介をされていますでちょっと時間があ,のあまりないようですから少し簡単にですねどういったことができるかというのをご紹介しますけれども先ほど作ったですねこのマルチプルな複数のですねロジックをこう えー、例えばこう2つこう作っておきますけれどもこちらに OpenFlow1.0 と1.3というものをです、ね、ソフトウェア実装して両方とも 10G 性能がこう出るとでこれをえっとパケットが入ってくるんですけれどもパケットのスライサーで、まあ、どっちのロジックでスイッチングをかけるかっていうのをこう選ぶことができまして、まあ、例えば V4 と V6 のパケットをビデオサーバーからこう入れて 10G の口から入れるんですが。 それぞれぞ V4 がサポートされている Openflow1.0V6 がサポートしてされている1.3のロジックにこう振り分けてあげてそれぞれ V4 と V6 が違うロジックでこうスイッチングを受けるなんていうこういったデモができますこれは単にデモの目的だけじゃなくてこういうことができるっていうことは、えー、皆さんですね Openflow1.5 っていうのが例えば将来出たとしてでこれを使ってみたいんだけれどもちょっと心配だという人はですね 1.5に上げるときに1.0とか1.3を片方の,このプレーンでこう動かしておきながらこちらに新しい機能を実装してこう上げるとそうすると何か問題が起こったときにですね瞬時にこ,うここのパケットスライサーを変更することでお前こっちに行けっていうことがこうできますのでこのスイッチングロジックをアップグレードしたりリバートって元に戻したり同時実行して 冗長性をつけたりこういったことがです、ね、非常にこう簡単にできるようになります。でもちろん、性能もです、ね、これはメニューコアプロセッサーを大体、まあえーまあ、1500バイトのパケットですと3コアで 10G のスイッチングがこうできるようになりますけれども、まあ、こういった性能が出ることが分かっています。あとはですね、オープンフローがサポートしていない あま,だまだサポートしていないレイヤー4からレイヤー7の間のある部分で,です、ねえーま、マッチングをかけまして任意のオフセットで2位のビットマッチをこう行うようなこうウィンドウというのをう設定しましてでここで、えー、パターンマッチを行うことによって、えーま、パフォーマンスを確保しながら、えー、いろんなです、ね、アクションを実行するということができるようになっています、まあ、これを使えばポフ、ねえーまあ、がまあ実現できたりします。 あとはレイヤー7のです、ね、正規表現のスイッチング、これはあのちょっと面白いんですが、皆さんです、ね、アプリケーショントラフィックを分別して、トラフィックを曲げたいといったときに何をやるかというと、まあ、通常です、ね、アプリケーショントラフィックのフローを調べて、例えば IP アドレスとポート番号っていうのをう調べまして、それをオープンフローのコントローラーにこう入れていくということをやられるんですけれども、実はアプリケーション開発者というのは、そんなことをやりたくないんですね。 ですからそ,そんなの全部ネットワーク機器でやってほしいということで、まあ、例えば P2P パケットだとか YouTube パケットこれをレイヤー7で正規表現マッチングをすることによって、まあ、フローを意識しないでこうスイッチングをかけるといったような、まあ、こういったことができますであとはまああのノン IP プロトコルであるとかですねレイヤー2も変えてしまえということで Mac アドレスを2倍にしたりとかですね、まあ、こういったことも。まあ、ちょっと きちがいじみた例ですけれどもこういったことも実は我々のスイッチではできましてこれが 10G の性能を出すことができますちょっと駆け足になりましたけれども私がもう一番申し上げたかったのはですねこういったデータプレーンの拡張性っていうものを最初から考えたこういう SDN をこう考えあの作っておくと例えば今までパケットインでコントローラーでいろんな処理をやっていて 性能が出ないって嘆いてた人たちとか、あるいはアプリケーションでよくやるパケットプロセスの機能、これを全部ですねデータプレイにこうオフロードエンジンとして入れてあげて、その API を上にこうパブリッシュすることによって、SDN の機能を拡張していくと、こういったことがで,すねできるんじゃないかということを申し上げたかったんですね。このフレアですけれども、まだ開発途上でして、 えもしご興味がありましたら、今あのいくつかの企業さんとはですね共同研究をやらせていただいていますが、あのこういったデータプレーンのプログラム性、それから容易にこうプログラムできてパフォーマンスもいいというですねこういったツールをご興味がある方はですねぜひちょっとご連絡いただきたいと思います。で最後ですけれどもデータプレーンのですね構成要素っていうのはまあ SDN におけるまあ,まあ一種のリミティングファクター。 悪いことではないんですけれどもここが肝であるということを私申し上げたいと思いますそれからデータプレーのプログラムビリティとか複数ロジックサポートっていうのは今後ですね SDN がどん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 進化していく時に非常に重要となる技術になりますこうすることで動的に再構成可能なスイッチ機能とかこういったことが実現できますでその中でこのフレアっていう考え方ですねこれは いろんなこうデータプレーン、コントロールプレーン、それから API、こういったものをですね、えー、まあ自由にプログラムすることができるっていう、その上で、リファレンスとしてはまあ非常に重要な技術ではないかなと思います。どううもごご清聴ありがとうございました